へ急ごう。Shit!
渡すもんか。騙されるな、クラウド。傷はなかった。傷がなかった。本当にティファなのか。本当はティファじゃない。また傷の話？傷なら見せたでしょ？なかった。愛する者、恐れる者の姿で人に近づき、欺いた。クラハト！俺は騙されない。Oh!
ティーファー、ティーファー、ママ、パパ、ティーファー、こっちだよ、ティーファー、おいでよ、ティーファー、一緒に遊ぼう。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時、私が困ってたらクラウド、助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？私の大切な思い出、thank you。
てもお母さんはいないよ。クラウド、助けて。起きなさい、ティファ。君の命はたくさんの人の思いでつながった。ティファ！ティファ、まだ戦いは終わってねえぞ。
頑張って。おい、ティファ、しっかりしろ。みんなを呼んでくる。ねえ、人は死ぬとニブル山を越えて旅立つって覚えてる？ああ、子供たちを山に行かせないためのデタラメだ。ティファは信じてたよな。私だって半信半疑、でも無理やり信じた。それくらいママに会いたかったの。エミリオたちが応援してくれて、みんなで登り始めて。でもあいつらはティファを残して帰った。そうみたいだね。覚えてないのか？途中で崖から落ちて頭打ったでしょ。それから半年ぐらいの記憶がちょっと混乱してるの。みんながいろいろ教えてくれたからそうだったんだみたいな。どう聞いたんだ？クラウドがそそのかした。でも思い出したよ。クラウドは私を守ってくれた。ありがとう。あの日のクラウドは英雄だったね。そんな資格はない。あの日は一緒になって崖から落ちた。昨日は魔航路に突き落とした。時々自分がわからなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、知らないはずのことを知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのかわからなくなる。うん、ソルジャーは劣化するらしい。俺は劣化しているんだと思う。急速に。クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。心配かけてごめん。あ、ぼちぼちでんな。また。ってことは、ライフストリームの中には星と黒いフィーラーの戦いがあって、黒いフィーラーはセフィロスじゃないかってことか？うん、私にはそう思えたって話だけどね。
星の中の戦い、どっちが優勢？星、ライフストリーム、そう思う。そうなんだよ、そういうことなんだよ。星が戦ってるんだ。今この瞬間も命燃やしてよ。ああ、今こそ星の悲鳴が聞こえるぜ。セフィロスみたいな、あんな人だかなんだかわからない奴と戦うんだ。それには星の力が必要になる。俺たちは星を助け、助けられ、共に戦う。そうだろ？うん、きっと、そう。なんだかとても壮大な話ね。そういう話をするなら、おあつらい向きの場所があるわよ。コスモキャニオンのことか。生命学の聖地。そういや、この辺りだったか。そこ、マテリアはある？マテリアがあるなら行く。絶対行く。太古より星の力と知識が集まる場所だ。マテリアくらいいくらでも。オッケー、行く行く。レッド、なんだか嬉しそう。故郷なんだ。じゃあ、一丁聖地巡礼と行くか。コスモキャニオンへ向かうなら、まずここに行ってみて。村の近くにある国営飛行場跡、そこから野良飛行機が出てるの。村の南にあるゲートを出ればたどり着けるはずよ。それから、この子はファンゴ。すっかりあなたたちに懐いちゃったみたい。よかったら連れて行ってあげて。何から何までありがとう。どういたしまして。他に必要なものがあったら村で揃えていってね。飛行場へはチョコボを使っていくといいわ。せや、ついでに掲示板も覗いてみません？なんでも屋さんのお仕事、実は僕憧れてたんです。遊んでる暇はねえぞ。遊びやなんて、皆さんのお役に立ちたいっていう純粋な気持ちをひどいわ。どうだか、シンラの言うことは信じらんねえ。にゃ、まだ信用ゼロですか？昨日の夜はあんなに熱く抱きしめてくれはったのに。マリンと間違えただけだろうが。紛らわしい言い方すんな。モンスター妖人、モンスター妖人、油断一発怪我の